はい、うなぱんです。ファミリーシミュレーター22シルバーランフォレストの続き遊んできます。よろしくお願いいたします。かなり久しぶりなんですけれども、時間あるタイミングにですね、まあちょっといろいろ木の伐採をしてですね、やっとですね、当初の目標であったここら辺の木の伐採っていうのはすべて終わらせたと。で、しかも、草地にしたことによって、まあ、来月ですね、この11月になったら全部、一旦、まあ、第一段階での草にはなりますけど、収穫できると。ちょっとまあ、11月までに一回、草の収穫しないと、12月以降収穫できないので、ちょっとまた来月ですね、ここの草の収穫をして、ちょっとまたお金稼ぎやっていければなぁと思います。はい。なので、こういう感じで、いいとこまで行けたかなというところですね。はい。結構やっぱ時間かかりますね、ここまでの木の伐採するってなると。うん。で、この後ですが、やっていこうと思ってるのが、ここの草地なんですけど、年に3回収穫できるので、まあ、その草を使って、羊さん買っていきたいんですよね。で、羊さん買って、ウール作って、お金にしていくっていう、まあ、多分ここら辺になんか、防石工場みたいなものもあったような気がするんで、多分ウールとかも売れると思うので、ちょっと見ますね。ウール。ウールだとしても売れますし、あと、生地とかに変えられるのかな？まあ、ウールから何ができるかっていうのは後でちょっと調べておくんですけど、まあ、ウールとして売るだけでも結構お金になるので、とですね、この後、やっていくのが、ここの奥側ですね。ここの奥地をもうちょっと開拓して、まあ、ここら辺までかな。の、この木の伐採をして、ここら辺に、羊小屋を建てていきたいなと思います。はい。で、まあ、実際のところ、この、ここの木の伐採については、前回、まあ、結構前の話なので、まあ、内容をまとめると、こういった木ですね。ポンデローサ松とか、あとはこのロッジポール松とかっていうのは、まあ、基本的に、ここか。ここの製材所に売りに行くっていう形に、してましたと。まあ、ここにあるんですけどね。で、あとは、枯れ木とか、松だったかな。そういった木について、まあ、その、木の単価が安いものについては、この古い製材所でしたっけね。うん。ここに持ってきて、今、板とか、長い板とかっていうのを製造中というところになってます。はい。ですので、今の状況としてはこんな感じですかね。今、木材のストックが5万リッターあって、板も今5000リッター。あとは、なんかジェットコースターでしたっけね。作るための、素材とかっていうのは今作ってるっていう感じですね。はい。で、やはりこの板を売った方が利益になるので、ここの木材ですね。木を切ってそのまま売るってなると、まあ、2800ユーロか3000ユーロ。板にした場合は下が3400ユーロ、上が4300ユーロぐらいかな。っていうところで、1.5 倍ぐらい値段が違うんですね。で、あとは、ちょっと、ここの生産チェーン見ると、まあ、これがちょっと謎ではあるんですけど、木材416、これちょっと見方間違ったら申し訳ないですけど、木材を416リッター入れると、560リッターの板ができる。と、あと、ウッドチップが120リッター。できるでいいのかな。なんで木材より板の方が出来上がるのっていうところありますけど、そのまま木材を売るよりかは板にした方がいいのかなというところで、まあ、そうするとですね、古い製材所ですと。で、今、作業やってるところここなんですよね。で、結構遠いんですよね。
その中で今その木材を運んでるのって、まあ、このボルボか、あとはこの前買ったこれですね、この P13 のもの、これで運ぶっていう形になってるんですけど、やっぱり時間がかかるんですよね、持っていくのに。っていうところで、ちょっとタイミングよく、この万能この TGX26640 ですかね。こちらが、51% オフで販売されてるので、ちょっとこれ買いたいなと思います。ちょっと、これの形式のトラック、ちょっと苦手ではあるんですけど、この操作するのに。木を運ぶのがちょっと苦手なんで、まあちょっと苦手意識を克服するためにはちょっとこれ使っていければなと思います。ちょっとこれモッドではないんですけど、はい。ちょっとこれ買いましょう。なので、ちょっと一旦ですね、この財務状況、先月かなり頑張ってですね、一旦、ローン全部完済したっていう形にはなるんですけど、ちょっとまた借りて、はい。で、買いましょう、これを。はい。こちらの万能トラックですね。だから 51% オフとかだったので、17万ユーロぐらいで売ってるんですかね。まあ、実際のところは。18万か。そしたらかなり安く買えたんで、ちょっとこれ使っていきたいですね。で、実際のところ、トラックになるので、速度もこの83キロまで出せるんですよね。いや、これが結構その時間短縮になるかなと思って、ちょっと使っていきたいなという状況なんですよね。あと、これまで使っていた、まあ、ちょっとあれですね。草地の上に木を置いてて、ちょっと申し訳ないんですけど。で、このボルボだと、マックス20キロ。で、あと、もう一機の、先ほどお伝えした、何でしたっけ。この P13-4272 だと、まあ、このトラクター使って運んでるので、最大35キロでしか走れないと。でも、往復が大変なので、うん。どうにかならないかなと思っていたタイミングで、ちょっと中古車として販売されていたので、今回ちょっと急遽、これ買いますっていう動画にしました。なので、ちょっと次回までには絶対的にあれですね、その羊小屋建てて、草刈りしてっていうところまではやっていければなと思います。はい。けど、この方のトラックあまり使ったことないから、ファーミングシミュレーター19だとよく使ってて、いや、マジでやりづらいなって思ってた方なので、木を運ぶためには一回トラックを展開しないといけないですね。今トラック展開したタイミングでしたけど、ちょっともう一度やりましょう。はい、これが、一番初めの形ですね。走行する状態と。で、木を積むためには、一旦トラックを展開して、展開すると自動的に私が後ろに乗ると。これはかっこいいっすよね。で、あとは、操作が、これと、これと、はいはい。で、あとは、テンションベルト、あとはこれですね。まあまあ、いつも通りの操作ですね。あとは、これ、回すのと、はい。あ、だから、あれか。ここの、まあ、そうか。ここの幅を広げるとかっていうのもできないし、ここの全長を伸ばすっていうこともできないのか。まあ、そりゃそうか。まあ、トラックなんで仕方ないですよね。お、けれども、ボルボの、お、
これはいいかもしれないけど、ちょっと邪魔だな。ヘルプが。あ、これアーム部分がちょっとでかいっすね。ボルボのと比べると。いや、けどやっぱこれ入れるのが大変なんですよね。いや、けどやっぱりこのシルバーランフォレストはこの林業を克服するためのマップでやってるんで、やっぱちょっとやっていかないとな。いや、でもやる。それがシルバーランフォレスト。うん。ちょ、これまで、ボルボ、あれ？どこ行った？ボルボ。はい。このボルボ、ちょっとこれ比較しながらっていう形ですけど、まあ、これ売るかな、これ。でもこれ、横から見ると、この木を積む、まあ、ここの全長っていうのは、こんなぐらいか。これで考えると、まあ、若干長めでいけるのか。やけど無理しすぎると入らないっていうオチになるかもしれないんですけど、今、この、小松の、この機器ですけど、切る長さ5メートルに設定してるんですよね。6いける？これ6にするだけでも、あれっすよね。この木の分割、その木の数が、切った本数が変わるから、まあ、運ぶ回数も減る。ちょっと6メーターでちょっと切ってみて、ちょっとまた満に乗せてみましょう。入るかな。今このトラックの、まあ、ちょっとデメリットとしては、一旦こう作業位置にこう止めて、これちょっとギリギリだな。で、こう止めて、一旦この形にしないと、木を積むことができないんですよね。この時間はロスしちゃいます。だから、まあ、このロスを減らすためにも、まあ、この、万の横に、木をどんどん積み込んでいくっていう形にしないと、結構時間ロスになっちゃうかなというところですね。この、ボルボの方だと、あれっすね。まあそういうのがないので、まあこんな感じで、まあやろうと思えば、展開せずにそのまんま、こういう感じでいけるんで、早いっちゃ早いんですけどね。こっちの方が。あと6メーターの、木がちゃんと積み込みできるかっすよね。ちょ、ギリギリかな？やっぱ5メートルかな？これでも。けど、なんとか、お、6いけるか。あ、いけますね。あ、いけるいける。よーし、これで。ちょっと今、すごい不格好ですけど。なんとかいけそうっすね。じゃあ今後は6メーターに切って運んでいきましょう。で、さっきからちょっとテンション上がってるのか、ボルボのアームと、あと P なんちゃらのこれまで使っていた、ものの、この、アームっていうんですかね。この掴むところの範囲がかなりでかいと思うんですよね、これ。この大きさですかね。全然違いますかね。まあ、若干ボルボの方が手前にあるんで、ちょっと遠近法あるかもしれないですけど。だとしても、太い木だとしても2本ちゃんと掴めそうなぐらいの大きさっすね。
で、さらに P134272 をちょっと持ってきたんですけど、ちょっと遠くて申し訳ないんですけど、これも、見た目、ボルボより、このアームですかね。広いんですけど、なんか、深さというか高さがなくって、結局、そこまでつかめないんですよね。ボルボの方がつかめる、その機能、つかめる量がですね。実際のところ、やっぱりボルボの方がつかみやすかったので、ボルボ使って、あとは、古い製材所に行くときだけ、こっちを使っていたっていう形なんですけど、これだと、やっぱちょっともう、ボルボはもう、不要かな？で、ただし、この木の、この細い木になると、まあ、ちょっと初めの方に、まあ、手でこうやって入れていくと、まあ、ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、こっちのトレーラーは残しつつ、このボルボは売ろうかな。この木の太さで2本使えますからね。いや、これは作業効率上がりそうだ。けど、なるべくこのトラックにぶつけないようにちょっと、練習していかないといけないですね。いや、苦手意識っていうのはよろしくないですね。あとはたまに、こう、プッシュしてあげて、ちょっといい感じに木を揃えてあげれば、OK かな。おお、まさかの3本もつかめるのか。あ、これはあれですね、損害っすね。車体傷つけちゃうな。まあ、けれども、まあ、あれですね、ちょっと前の方をつかみすぎたっていう感じで、けどこうなった時にちょっと補正させるのがちょっと難しいんだよな。あ、今回うまくいきましたけど。まあ、そういったところでちょっと苦手意識があるんですよね、なんか。けど、このアームの移動も、なんか結構早いから、いや、これ意外と作業効率上がるぞ、これ。もうちょっと頑張って掴んでもろて、いや、もうちょっと頑張ってもろて、やっぱ2本までか。3本になるとちょっと、いい感じにいけた。3本になるとちょっと怪しいっすね。さて、全部積み込みできるかな。残り、この奥のあと4本も含めてで全部終わりなんですけど、終わりだよな。入るかな。乗せすぎると怒られますよね。まあ、そのファーミングシミュレーターに怒られるというより、あの、国に怒られますよね。違法だみたいな感じでね。あ、そういうこと。これ後ろ側に当たるんだ。
あら。今日ちょっと、これで最後だから、もうちょっと頑張ってほしいな。なんか当たってますね、これね。うわぁ。なんかここまではやめろと言ってるんですね。ちょっと今回だけはもうやめない。ちょっとこれ残りこれだけちょっと積み込んで終わりにしたい。ギリギリだな。で、気づいたのがボルボの方だとこの捕まるところが何度ぐらいかな。400度ちょっと。なんで1回転半ぐらいしか回らないんですけど、これずっとこれくる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 回るんですよね。これが私的には非常に嬉しい。ボルボの方だとなんかここら辺で止まって逆回転させないといけないみたいなものだったので、ああみたいな、戻すのめんどくさいなみたいななってましたけど、これ永遠に回転する系だからそういうの気にせずに、あ、ちょっとやばいな。気にせずに掴めるっていうのも非常にいいな、これ。いや、作業効率上がるから、ちょっと動画の投稿頻度ちょっと上がるかもしれないですね。よし、これで、あ、これ大丈夫？掴めてなくない？ん？ん？おーい、なんで？あ、ちょっと反応したか。テンションベルト反応しないっすね、これ。あ、一番後ろだけ反応してくれてるから大丈夫か。ちょっと頑張って頑張って頑張って、あ、あ、よーし、じゃあ行きましょう。いや、このトラック買おうか買わないかちょっと悩んでたんですけど、いやー、いいっすね、これ。いや、めっちゃいい、これ。これ移動する回数、その運ぶ回数も減るし、掴むスピードも速くなったから、これ、作業効率 1.5 から2倍ぐらい上がりそうっすね。で、これ、もう使わなくなったのでちょっと売りましょう。まあ、少しでもお金欲しい状況なので、まあ、使わなくなったものは売却と。ここで売ると2万2000ユーロで売れると。OK っすね。まあ、実際のところ、8万ユーロちょいで、まあ、9万ユーロ弱で買ったから、まあ、7万ユーロぐらいで買えたってことか。で、しかも、まあ、最大。いや、こんなに木積み込みしてたらあれっすね。これやばいな、これは。実際、日本でやってたら、あの、ショート動画載ってるやつですね、これね。いやー、素敵な買い物したな。ちょっと重すぎて、ちょっとあれだな。重心が危ない。じゃあ、あとはこっちも全部運んだら、今、木材が、7万リッターちょい、8万リッターまで行きましたね。行くかな？あ、行ったか。よし。はじめは、あれっすね。5万リッター弱でしたけど、これで、今回運んだことによって、プラス3万リッターか。はい、いい感じっすね。なので、まあ、ちょっと今後は、その前回までは、
まあ、木によってそのまま売却してお金するって言ってましたけど、やっぱりその板にして売った方がはるかに、効率はいいので、一旦こっちの古い、製材所の方に木を全部積み込みして満タンになったら売却していくみたいな流れでやっていきたいと思います。はい、というところで今回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。